ベル412に搭載された PT6T-3B プラットホイットニーカナダ PT6T ツインパックはヘリコプター用のターボシャフトエンジンでプラットホイットニーカナダ社によって生産される PT6T ツインパックは2機の PT6 パワータービンを結合した共通の出力の減速機で構成され 6000rpm で 2000HP を発揮する操作自体は 単発エンジンと同じように行われ、単発の扱いやすさと双発の安全性を兼ね備える。ただし片方が故障した場合でも交換は2つまとめて行う必要がある。このエンジンはアメリカ軍によって T400 と指定されている。アメリカ陸軍は UH-1N29 位の購入を計画していたが、カナダ製の PT6T を搭載していたことから、 購入が危ぶまれていた。当時の海軍人委員会委員長、エルメンデル・リバーズは、アメリカ軍用航空機の購入に関して、PT6T がカナダで生産されていたため、反対の立場を取った。カナダ政府はベトナムへのアメリカ合衆国の介入を、支持しておらず、アメリカ国民の兵役のガれを受け入れるだけでなく、東南アジアにおけるアメリカ合衆国の政策に反対していた。 リバーズはまた、エンジンの調達がカナダとの貿易赤字につながると懸念していた。議会は、アメリカ国内の供給元が見つかると確信できた、時にのみ購入を承認した。そこで1971年に、ウェストバージニア州ブリッジポートに、プラットホイット2エンジンサービスが設立されて、新しい T400WV-400 にエンジンの組み立てと、 テストが行われることとなった。その結果、アメリカ軍は UH-1N という名称でベル212を294機発注し、1970年に調達が開始された。ベル412の PT6T に備えられた、微物吸入防止金能一般的特性、構成要素性能出展。ありがとうございます。